よいしょっけ。おいし、ということで温まってきましたね。温まりましたよ。いやだいぶ君はもうあれね、手もつけてね、あ手も温めて、はいはい、いやいいじゃないですか、うん、いや混みましたな、なかなか途中すっかりいなかったんだけど、ね、誰も、うんうん、ここまっすぐ行くんですね。あ、こっちだったかな、うん、好きなとこからあとはもう北見市へ向かって走ってきますから、うん、さあどういうルートをね、羊羹さんが取るのかちなみに左行ったら、帰りは美幌峠を回るルートです。で、ね、あの伊王山北、はい、さっき来た道の方へ行くと、美幌峠じゃない違うちっちゃな峠を通る、東もことの方に抜ける道ですね。好きな方を選んでもらって構いませんよ。過酷な道を通るのか安全で遠い道を行くのか。そうだね、美幌峠は多分寒いでしょう。あ、まあ、一番距離は近いと思います、うん、走る距離は短いと思います。走る距離だな。近い方行くの？近い方に行こう。大丈夫美幌峠？大丈夫でしょう。いいのかい？私はもう全然気にしませんよ、遠回りでもだってもう2時半だもん。あ、そうかい。じゃあこっから左行きますか。これを左？はい、左の方に行ってもらっていいですよ。2時半か、結構いい時間なんだね。よし、 OK。 ということはですね、クッシー街道を通って砂湯へ抜けます。おーい、はい、そういう感じですね。はい、ということで、クッシー街道美幌峠まで34キロって書いてましたね。おーい、はい、今ちょうど川湯を抜けて、ここ道道の52号線です、うん、ここがすごい、夏気持ちいいんだよね。そう、このクッシー街道がね、今10月だよいや5月なんですけど、まあ、確かに見た目は10月ですって言われて分かんないぐらいのなんか、うん、この枯れっぷりだね、うん、10月、11月って言ってもいいぐらい。そうだね、もう雪降る直前みたいな、うん、多分今日がもう乗り納めでしょうみたいなね。そう、うん、そんなふ、まあ、ちょっとしかも鉛色だしね、空もね。そうなんだよね、うん、やっぱ天気は良くないよ、ね、うん。まあ、このままとりあえず行ってさ、まず砂湯温泉がね、はい、あって、その次に、もう美幌峠の手前っていうのかな、麓のあたりにこのまま出ますから、うん、はい、そんな感じで行きましょうか。今日はもうだね、まあ時間とか距離的に考えても美幌峠あたりでさよならするんじゃないかな。そうだね、うん、そうなりそうな気がします、うん、はい、という感じでね、このまま頑張って寒さに負けずに、はい、ちょっと復活しましたから、ちょっとね、温まって、そう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 、なので、まあ、負けずにね、安全運転でいきましょう。はい、はい、寒いねー早く気分かってほしいね。ねー、うん、あっさり30度になってほしいよでもさ、ゴールデンウィークこんなに天気が良くなくて ね、気温もさ、最高気温ひどい時なんて4度とかさ、うん、もう一桁で雪降ります、山は雪積もりましたとかさ、うん、真冬と全く同じ積雪ですみたいなね、うん、なったじゃない。なった。でもだよ、明日からあのゴールデンウィーク明けてさ、うん、明日何曜日ですか。木曜日ですか、うん、木金とまず春ですよ。ね、すごい。そして気温も上がるんだよ。そうですよ、金曜日26度とか、うん、もう夏じゃねえかよってぐらい上がるんですよ。そうですよ、で、いよいよこれは来ました、土日、うん、雨マークついてましたね。ねえどういうことですか何なんでしょうね、これ ね、しかもまた気温が10、それでも15、6度までしか上がらないのかな。どういうことでしょうね。そうですよ、明日、明後日がじゃないのよ、うん、仕事休むかはい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 、クッシー街道を抜けてですね、ちょうど T 字路に当たって右折で正面の方向こうですね、あっちが美幌峠の方になっております。はいえなんだい、バス停はボンドって書いてた。なになに、カタカナでボンドって書いてたどういうことだ、バス停が。なんだ、バス停がボンドってどういうことだ意味がわからん。ボンドっていう停留所なんですよ。マジで、うん、
ボンドっつったらもうジェームス・ボンドか大木ボンドかしか出てこないよそれどっちかしかないでしょ。古いな。そんなことないよ。海外で言えばジェームス・ボンドですよ、うん、ね。日本で言えば大木ボンドですよドゥルトゥルドゥルトゥルじゃ、それは大木ボンドじゃないんだからさそれはジェームス・ボンドの方だからです、うん、まったく、まあまあこのままね。なんかヨカさん、またおトイレ行きたいと。あ、なんか冷えるんだな。あ、まあ寒いとやっぱちょっと近くなりますよね、うん、お手洗い行きたいなってね、うん、うん、なんでね、まあここまで来てしまったらね、ビフォル峠頂上までありませんから、はい、ちょっとなんとか耐え忍んでもらってね。耐え忍ぶ、うん、耐えてもらって、うん、で、峠着いたらね、ちょっとダッシュで行ってもらうと。はい、はい、そんな感じですね。おっと滑る。あー臭いねー。おっと滑る。あー牛臭いよー。あー羊羹さん、はい、あのビフォル峠の方雪ありませんか。あれ白いね。大丈夫かな。大丈夫だろ、道路になければいいよ。あ、そうかい、うん、あまあまあそうだな、うん、まあ、あの路面がちょっと怪しかったら諦めますよ、うん、いいですね、はい、やっぱ命の方が大事ですから、君がお漏らしをしようと思うそんなことよりもねって転ばない方が大事だからって、うん、命は失わないけど何かを失いそうそうだね、大人としての何か尊厳を失うかもしれないけども、何かを失うかもしれない。そうだね、うん、うん、だけどまあそれは観光の上ですよ尊厳よりは命の方が大事ですから。そうだね、うん、そんなね高いプライド持ち合わせてませんから私たちいいですねいいでしょいいですね。そうですよ、いいでしょ、生きるためですから、うん、あ、ライダーさん、あ、違ったわ、車の光だったか。いや、これライダーさん来るんだったらさ、あ、うん、路面大丈夫なんだなと思えるんだけどさ、うん、今のところここの路線入ってバイク一度も見てないもんだからさ。そうだね、ちょっとドキドキはするよやっぱり。そうなんだろうね、大丈夫なのかなって。これ車雪こびりついてるないったりとかないよね。よく見たら、ね、よくね車の後ろが雪ついてますみたいなね。あ、そうそうそう、うん、どうだい、この車どうかな。ないね。あ、大丈夫だね。あ、大丈夫、まあ、粉雪が舞うような状況ではないとそういうことですね。わあ、羊羹さん、右側屈斜路湖が見えてきてますよ。なんか全く見えないけどね。なんかこの鉛色の空と相まってなんかすごい物悲しい感じですね。あ、まあもうちょっとしたらこの今もうこれ登り始めますから。おいえ、うん、今ちょっと甘神でしたけども。あ、うん、見逃そうと思ったのに見逃してあげようと思ったのに。あ、そうでしたか、すいませんね、つい自分が気になってしまってね今ね、うん、許せないところがあったね今ね。許せない、うん、そうそうそう。ここ怖いんだよね、何気に。あ、ここちょっと怖いですね。ああ、ということで、ついにビフォロ峠、今これ登り始めてきましたよ。今のところ、まあ路面は大丈夫っぽいですね。大丈夫だよ。うん、この感じ行けばね。そう。うん。ただくっそ寒いけどね。うん。そうなんだよね。温度計とかどっかないかな。ああ、頂上行ったらあるんじゃないかな。あったっけか。うん、まあ頂上行く前にね、今日まあバイバイしようかななんて思ってたんだけどね、うん、まあもしあれだったら字幕かなんかで頂上でね温度計あれば何度になってましたよって今頃ピッて入れてますから、そうそうそう。いやーすごいね、もう足湯で温まったのにもう冷えてきてるわ。あ、冷えてきてるよ、うん、やっぱ寒いんだな。さすがの温泉効果も。さすがね、あんだけ温まったところでこの冷たさには勝てんぜよ。いやー寒い寒い。多分この対向車の人たちも思ってるよきっと。なんて大変だなーって。バイクかよーってバカだなーってあー思ってるかもしれないね。思ってると思うよ。あの人たち寒そうだなーってね、うん、そうだよなー、思ってると思う。うん、多分後ろ今車がね来始めてますけど、後ろの人も思ってるんじゃないかな。ほら左側にこれ雪あるでしょ。ある。あ、まだ雪ありますからね言うても
そうですよ、いよいよ見え始めてきましたよ、雪が。いやー、まさかこんなことになると思ってないよ。そうだね、いやー、君がね、この険しい道を選ぶと思わなかったからね。いや、早く帰ろうっていう思ってさ。あ、まあ確かに時間的にはね、もういい時間になってきてますから、うん、気温はあと下がっていく一方ですから。そうですよ、うん、頑張って頑張って、このままね、ちょっと登っていかんと。ビホロ峠頂上まであと5キロかな。頂上っていう意味なのかい。だと思いますよ。だってここ一応ビホロ峠もう入ってますからね。ねえ、はい、はいはいはい、ということでね、もうちょっとでビホロ峠も頂上に差し掛かりますんでね。この辺、あ、いい景色じゃないか。ちょっと鉛色だけどさ、まあこの景色をバックにね、本日はね、終了しましょうかね。なかなかいい景色だよ。そうだよ、ちょっとすごい暗いけどね、色がね。雨降りそうだもん、なんか。やばいよ。黒いよね。そうそうそう。まあということでね、まあ相変わらずめちゃくちゃ寒いんで、はい、あの結構多分今日一番の今厳しさを味わってんじゃないかと。もう手がビリビリする。そうでしょう、うん、こっからあのどっちみちね、また北見までそれなりに距離ありますから、はいはい、まあ安全運転で行きたいと思いますんでね、はい、あの今日はねこの辺でね終了しようかなと思っております。い、はい、最後ね、あのヘアピンこの先急カーブありますけど、そこを曲がったら、さよならしましょう。はい、はい、じゃあそんな感じですね。イエー、はーい、よーし、ということで、うわ綺麗だよ、左雪もあるし、うわーすごい、うー最高ですね。はい、これはすごいいい景色だよ。雪があるところこのバイクで走ってさ見れるなんてなかなかないよ、ね、最高ですよ。よし、ということで今日は寒いね。あ、雪見えてきましたね。はい、ということでこの辺で終了したいと思います。はい、はい、最後までご視聴いただきました皆さん、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは皆さん、またね、またね、バイバーイ、ヨカさんバイバーイ、バイバーイ、はーい、バイバーイ、ふぅー